こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、ガンダムとザクのモビルスーツレッグブーツです。はい、世間はクリスマスということでね、まあ日本中が浮かれてますけども、はい、まあ、クリスマスといえば、まあブーツにね、お菓子がいっぱい入ったものが売られてますけども、まあ、我々ガンプラ野郎にうってつけのブーツがこちらのね、モビルスーツレッグブーツということで、僕今年初めてねこれを見ましたけども、でまあハートさんですね、バンダイナムコとハートさんですね。まあハートといえば、あのまあいろんなねお菓子とかをこう詰め合わせたボックスが有名ですけどもね、はい、まあ普通のサンタのブーツから仮面ライダーとかね、戦隊のボックスになっているものにお菓子がいっぱい入っているという、ああいったものが、まあハートさんといえばこういうね詰め合わせをイメージしますが、まあ今回初めてこのねガンダムとザクのレッグブーツということで、これ2個買ったらね、ちょっと子供ぐらいならこれ履いてね、ガンダムごっことかザクごっこができるなって感じですけども、ちょっと珍しい感じですね。でこちらガンダムの方は、このガンダムシールド型缶入りということでね、でザクの方はザクマシンガンドラム型缶入りですね。はい、まあ、この缶の中にもなんかお菓子が入っているのか分かりませんが、まあ、あと他にもねいろんなお菓子がね、連邦軍とかジオン軍のマークがついてますけども、まあ、いろんなお菓子がね入っていると思うんで、今回はねこちら開封していきたいと思います。はい、それでは早速こちらガンダムの方から開けていきたいと思います。はい、続いてザクの方も開けていきたいと思います。はい、ということでガンダムとザクの方の、全部出してみましたが、まずこのね缶、これはあ殻ですね、なんか飴でも入ってるとよかったんですけども、はい、ザクの方も殻ですね。これでも何かにね使えそうなので、何かに使ってみたいと思います。であとは入ってるものは一緒ですかね。はい、このコーンポタージュスナック、もう連邦とジオンのね、マークがついているので、もうガンダムのオリジナルっぽい商品なのかなと思いますけども、まあ多分別にね、こういう商品が出ているわけではなく、まあ、このブーツのね、柄に合わせたものだと思いますけども、まあそれが2つ入ってますね。そして、ミックスカレーセル。こちらはね、なんかありがちなやつですね。昔よく食べた思い出がありますけども、これも2つ入っています。そして、ガンダムサイダーラムネ。はい、こちらもガンダムとザクに合わせたデザインになってますね。はい、ラムネが結構いっぱい入ってます。まあ、これをね、この中に入れて持ち歩くっていうのもいいですね。はい、このようなお菓子が5個入っておりますね。で、まあ、ガンダムの方も同じセット内容となってます。はい、なので、こっちだとね、この缶のケースだけ違って、あとは同じものが入ってますね。はい。まあ、でも、かなりね、特別感のあるお菓子と、この缶の詰め合わせだと思いますので、まあ、これ、1個1000円ぐらいなんですけども、まあ、若干ね、お高い感じはしますけどもね。まあ、ガンダム好きのね、お子さんでも
大人の人にでもプレゼントにはいいんじゃないかと思いますね。はい。まあ、あとこれと、まあ、多分、こちらもハートさんだと思うんですけど、別のもので、ガンプラとお菓子とかがね、入っているものも同じね、売ってるところにあったんで、まあ、それもどうかなと思ったんですけど、ちょっと今回スルーしたんですけどもね。なんか、ストライクガンダムの特別なカラーの、エントリーグレードだと思うんですけども、そちらが入っていて、あとお菓子がね、詰め合わせで入っているものがあって、まあ、そちらもね、そんなに高くはない値段だったと思うんですけども、まあ、そちらもね、まあ、ガンプラ好きにはたまらないクリスマスプレゼントかなと思いますね。はい。はい、ということで今回はガンダムとザクのモビルスーツレッグブーツをご紹介しました。はい、毎年こういうのはね、面白いものがたくさん出るんですけども、まあ、今回ね、このガンダムの足とザクの足というね、面白いものを初めて見ましたので、つい即買いしてしまいました。で、このね、シールドの缶ケースと、マシンガンのドラムの缶ケース、こちらもね、また色々と何かに使えそうなので、特別感があっていいですね。まあ、あとはね、このガンダムのなんか、キャラクターのシャンメリーとかもね、あればいいかなと思います。まあ、水星の魔女とかもね、まあ、いろんなところとコラボしてるので、まあ、そちらのシャンメリーとかもね、出てればいいんですけども、まあ、それを飲みながら、こちらのね、お菓子を食べつつ、クリスマスパーティーもね、いいんじゃないかと思います。はい、また珍しいものがあったらね、買ってきてレビューしたいと思います。はい。ということで、以上、トイズガオでした。ありがとうございました。Twitter もやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。